今映っている、焼け野原と那覇の中心街なんですけど、そこからですね、那覇というのはですね、非常な発展を届けることになります。これが75年前の、那覇の風景なんですが、それからは、首里、まわし、おろくも含めて、大那覇市になっていく、過程が見えますので、そちらの方を説明していきたいと思います。じゃあ次お願いします。まず戦後の那覇なんですが、いきなり またすぐすいません文字になりましたけど、沖縄本島のですね、中北部の方に、沖縄住民すべて集められまして、それ以外の地域にはですね、米軍関係者以外は、沖縄県人はいないという状況です。中北部に集められた収容人数ですが、収容所に集められたんですが、やっぱり地元に帰りたいという声が日に日に高まりまして、米軍の方もそれを受けまして、かつて那覇に住んでいた人々は1945年の11月の10日に103名が坪屋地域に入域します。この日をもって、特に那覇は戦後の那覇の始まりというふうに位置づけておりますが、首里市は、1ヶ月遅れまして12月の14日に47名が、寺町、現在 の首里中学校中、付近になりますけど、そちらに入域で、すみません、ちょっと飛ばしますけど、4のおろくの方は、年が超えて1946年の2月の上旬ですね、宝上原一帯に入域ということで、こちらは、現在のおろく南公民館があるところなんですけど、そこに、おろく住民戻ります。で、まわし住民なんですが、こちらがですね、1945年12月25日、当時クリスマスプレゼントというふうに言われましたけど、まわし地域にすぐには戻れずにですね、200名余り、いわゆるまとまりまして、糸満のですね、米巣に移動していきます。で、かつての自分たちの領域、いわゆる地元に戻るのはですね、翌年の5月の半田川を皮切りに入っていくことになります。この45年の12月に米巣に移動したっていうのが、後のちょっと話につながっていきますが、こちら覚えていただきたいと思います。それとはまた別にですね、港村というのが設置されまして、これが1947年5月1日になるんですが、これはですね、当初ですね、米軍はですね、那覇港をですね、那覇港ですね、那覇港を、軍事拠点として工作作業をしていた、荷物の上げ下ろし等々をですね、日本軍の捕虜にさせていたんですが、日本軍の捕虜をですね、日本本土に返還返さないといけないということで、いわゆる港湾作業をする人々を募集しまして、それをですね、請け負ったのが、現在の国場組の創業者であります国場幸太郎さん、国場幸太郎さんを村長にしまして、港村という特別行政区域を作りました。この特別行政区域がですね、大野山を中心としまして、隣接する坪川とか曽部とかですね、あと、柿の花一帯、三田地区とかって言って、ペルーとかって言ってますけど、そこからですね、曽部一帯に、広がる大きな区域でして、ここを港村と言ってまして、そのほとんどがですね、かつての、まわしの、坪川一帯にあたります。坪川曽部ですね、そこになりまして、そこがですね、その地域が港村だったんですけど、この港村、1950年にはですね、もう港湾作業が、事実上の請負制が役目を終えたということで、この港村解散するんですが、解散するにあたって回しに戻るか那覇市に戻るかということで議会で揉めるんですけど、大多数がそれはもう那覇市でしょうということになりまして、那覇市と合併するんですね。で、回しの方としてはほとんどが回し地域なのに、那覇市に合併するとは何ぞや、何たることぞということで、この辺から那覇市とですね、回しのですね、ちょっとした仲たがいが起こってきますが、とはいってももう港村
ちゃんと村長や村議会もできておりますので、そこで議決されたということで、1950年には那覇市に合併しております。はい、次は。で、那覇の発展なんですが、まだと、もちろん当初まだ、那覇、首里、真和子、小禄というふうに、4つの地域がございますが、米軍はですね、戦前県庁所在地であった那覇をですね、沖縄の首都としよう、首都と位置づけるんですね。でこれに呼応しまして、那覇市の方としても、都市計画を立てないといけないということで、と早稲田大学の教授で石川栄洋博士をですね、招きまして都市計画の指導を行っております。でこの石川構想というのがありまして、まずですね、那覇市は地域が非常に狭いと。ですので近隣市町村と合併をしないといけない、当時はですね、豊見城まで含めた、首里、真和子、小禄、豊見城まで、占めた地域まで構想していたようなんですが、少なくとも、首里、真和子、小禄の、西二村の合併っていうのは絶対条件であるというようなことをずっと説いております。で、核となる市場、国際通り、そして旧那覇市街地の開放というような形を、那覇市の都市計画の柱として、やっていきます。先ほど言いました坪屋と神里原の方に那覇市民が入ったというお話しましたけど、旧那覇からするとですね、旧の那覇市からすると坪屋牧師っていうのはですね、かつての那覇地域のいわゆる端っこなんですね。いわゆる半田半田になりまして、かつての市街地のところにある住民は戻れてないんです。でなぜ戻れてないかというと、旧市街地はですね、那覇の港に近くございまして、那覇の港が米軍基地ということで、そこから約 1マイル、 1.5 キロ、半径 1.5 キロ地域はですね、基地のために住民の立ち入りが禁止されております。そのためにですね、旧那覇市街地には住民たち戻れないんですね。でそのために、1マイルから外れました、坪屋回しといういわゆる那覇の外れに、まずは那覇市住民が先発隊として入ってきて、そこから那覇が広まっていくと。ここに書いてますように、旧市街地の開放は1951年からなんですね。戦争終わって45年の11月に、市民が那覇に戻ってきて、それから5、6年経たないと旧市街地は開放されないんです。この5、6年の間にですね、坪屋牧師地域がですね、飛躍的な発展を遂げるんですね。そういったこともありまして、現在の那覇市域の、中心街というのが、国際通りから坪屋牧師を中心とした一帯というのが、かつて那覇市の中心地としてなっていくことになります。市町村合併の話がございますが、これは写真を見ながら、ちょっと説明していきたいと思います。次お願いします。また地図なんですが、地図がですね、なかなか拡大とかで、できずに、ちょっと厳しいところではあるんですけど、地図のですね、真ん中から少し上に、右から左に伸びている道が、一本の道が、国際通りです。わかりますかね。そうですね、一本道伸びてるんですけど、そこの真ん中ぐらいからいわゆる下に伸びていくのが、いわゆるガーブ川になります。ここにですね、水上店舗ができまして、で右側にですね、三日月というか、ちょっとこう描いたのが平和通り、がございまして、ここから下の方にかけて、旧市街地ができ、那覇市の市街地ができる。ですから、ここ以外は、なんて言いますかね、絵にしてないと言いますか、これ、1951年頃の地図なんですけど、それ以外は人が入っていないので、地図に書いていないという、
かつての那覇市民はここだけで生活していたと言われるぐらいの地図ですね。ただそこはですね、南区南藩というふうな形で分かれていきまして、作っております。でここでですね、ちょっと面白いのが、この地図を、4等分にすると、左下の、区域はですね、いわゆる曽部とか坪川一帯になるんですが、そこは先ほど言いましたように、1947年から港村に取られていたところなんですね。戦前までは回し村の村域だったんですけど、戦後の47年から港村に取られてまして、その後50年に那覇市に合併したので、この那覇市地図にはその港村から、合併した地域も一緒に書いていることになります。だからいわゆる右下半分は回し損益になるので、この地図でも書かれていないということになるんですね。はい、次お願いします。でその回し損なんですが、回し損もですね、壺屋に近接しておりまして、神里原というふうに先ほど言いましたが、あそこ日川は、まだ壺屋損回し損益だったんですね。ですから坪屋が発展すると神里原に波及が及んで、回し一帯にもいわゆる人々が住み始めると。1950年代のですね、マッチにはですね、那覇市南区とかっていう書いているのもあるんですけど、神里原とかですね、少し那覇市じゃないところは那覇市郊外とかですね、回しとは書かないんですね。那覇市郊外というような表記の仕方をするんですけど、さすがに回しもですね、那覇ばっかしにその人を取られてはもうちょっとやはり面白くないので、回しもですね、自分たちのいわゆる市街地を作るということで、当時尾長女性、尾長、武志知事の知事だった武志知事のお父さんになりますが、尾長女性が、その時回し村の村長だったんですけど、一工場女子思案があった、場所をですね、当初はですね、学園都市にしようという、構想を持ってたんですが、1950年にですね、首里城跡に琉球大学ができて、この回しの学園都市構想っていうのがちょっとついえてしまいまして、まあ、そこでですね、商店街、料亭街も含めたですね、一大、商業地域に、まあ、変更を しまして、現在の栄町というのができております。当時栄町はですね、沖縄まだ桜坂とかですね、その辺りが開放できていませんので、沖縄で最初の、いわゆる何て言いますか、料亭街といいますか、大きな歓楽街だったになります。で、歓楽街ができると、まあ、映画芝居ということで、現在の栄町の沖縄銀行さん、昔のホームセンターがあったところですけど、沖縄劇場という映画館も、作られていました。はい、次お願いします。で、那覇に近接する地域からですね、近接する地域は人々が、移り住んで、非常に発展していくんですけど、前半の方で話したように回しというのは非常に畑耕作地が広がる場所でして、周辺地域はですね、まだ、農村のイメージが非常に色濃く残っていました。戦後もなんですが、こちら1950年代60年代近いんですけど、国場のですね、キャベツ畑とか、国場の種類、この道が現在今右側の写真は、今の国道の、329330、与那原街道の一部だと思いますけど、国場集落、いわゆる国場の回しの沖を国場支店あたりの前あたりかなと思っていますけど、そのあたりを通るいわゆる田園都市というかのどかな風景が残っているところです。でですね、この他村からの移住者激増というふうに書いておりますが、
バワシ地域はですね、こういった畑が多かったので、いわゆる家々が建てやすいといいますか、地主から許可を得れば、そこを住宅地にすることができるんですね。那覇はですね、まだこの頃開放されてなくて、那覇は入れないので、那覇市民以外の人たちが、那覇に仕事を求めて、壺屋とかそういった、できつつある中心商店街に仕事を求めてくるときは、周辺に住むようになるんですね。それの居住地が回す地域だったということになります。で、その下地としてはこのような形で戦前から続く、いわゆる土地が、人々が住むだけの土地があったということになります。はい、次お願いします。はい、で、ここは人々が住むようになった地域なんですけど、いわゆる耕作地をですね、どんどん宅地化していくわけですね。寄宮地域、そこも、回し小学校の近くなんですけど、この一帯も人が住むようになったために、畑をどんどん、後ろの方には家々が建ってきてますが、どんどん畑が潰されて家に変わるという、その前の状況です。右側の、余儀の方なんですけど、これ余儀市場という、かつての、今のはいからゆうから、いわゆる那覇警察署の向かいあたりの方なんですけど、後ろにある後方に見える集落は、現在の余儀集落、余儀小学校の裏の方になるかと思いますけど、そこから前の畑をどんどん耕して、耕してっていうか、住宅地として、宅地として、変えていこうというような写真です。はい、でもそういった形で、回しもですね、人が増え出しましたので、那覇市も、回しの方もですね、もちろん先ほど言いましたように、ずっとこの間、那覇市は、地域を広げるために、首里市、回し村、オロク村と合併したいということをずっと言っているんですが、回しはですね、少し、港村のこともございまして、ちょっと那覇市との確執も、ありましたので、対等合併にしたいと。で、首里市とかオロク村はですね、合併を望んでたんですね、那覇市と。首里は戦前から人口も減ってきてますし、やはり米軍がですね、那覇を沖縄県の首都とするというふうに強い意思表示をしておりますので、首里オロクも、合併を望んでたんですが、まわしはですね、土地との境界、先ほど言いましたように港村の問題とか、神里原、あの一帯のですね、市街地になった時の、その、なんて言いますかね、境界の問題で那覇と揉めてまして、那覇に吸収されるんじゃなくて、対等に合併したいという意思を示しまして、まずはじゃあ市になろうということで、1953年の10月1日、もうすぐですね、回し村からまず市に昇格します。回し市になるんですね。で、これが市の市昇格の祝賀会で、市昇格の祝賀パレードというのも、行っているところです。はい、次お願いします。で、これがですね、当時の、1950、その後ですね、54年にオロクと首里が那覇と合併するんですが、緑色の部分がですね、いわゆる那覇になります。で、ピンクで書かれているところが、回しになるんですね。で、この地図で、見て分かるように、その壺屋とか、真ん中のですね、少し左下のところ、ソベとか、あの辺りが緑色に塗られておりますけど、先ほど繰り返しになりますけど、港村の関係でもうすでに那覇に取られてるんですね。で、回しは若干小さくなっておりますけど、那覇に近接して自分たちも、広大の土地を持ってるし、那覇と対等に合併できるということで、この時は合併を見送っております。首里と回しの同時合併を、
那覇は望んでたんですけど、まわしはこの時は合併しないということで、1954年首里とオロクが那覇と合併する時にはドーナツ合併とかですね、まわしは後回しとかですね、そういった言葉で、いわゆる、合併様式でした。はい、次お願いします。そういった、ことも言われてたんですが、やはり、時代の趨勢として那覇市と合併して、大きな自治体にならないといけないということで、当時のですね、尾長助成、この時市長が、またいるんですが、ちょうどこの頃ですね、那覇市はですね、瀬長亀次郎市長になっておりまして、ちょっと議会でもいろいろ揉めていたんですが、この年この12月に、瀬長亀次郎追放ということも、ありまして、少し那覇市の政局も落ち着いたということで、57年の12月にまわしとの合併が、うまくいきまして、この時ですね、少し話飛びましたけど、合併推進の、尾長助成と、合併よりもちゃんとまわしとして、きちんとしましょうという宮里英樹、両、代表がおりまして、そこでの南北対立とかっていうような、があったんですが、尾長助成が、最後の回し市長になりまして、那覇市との合併をするというふうに決めて、1957年に回し市と那覇市が、合併、そこで現在の那覇、首里、まわし、おろくという4地域を含めた那覇、まわし、大那覇市というのが、できることになります。で、まわしの市庁舎とちょうどまわし役所という表札を取り替える、写真をここで載せております。はい、次お願いします。合併によってですね、やはり、合併当時のまわし職員、この方々はいわゆる那覇市職員になるわけですね。尾長助成、まわし市長は那覇市の助役として、迎えられています。そういったポスト関係とかもですね、やっぱり合併の時には、いろいろあったようです。職員の配置の問題とかですね、そういったのはやはり今と変わらずあったようです。で、合併祝賀会も安里の、現在もなくなりましたけど、流映劇場で、行われております。はい、次お願いします。合併を祝う、パレードということで、左の写真は、合併記念パレードに待機する回し中高生の写真ですし、国際通り一帯を歩く回し市民の、パレードになります。いわゆる、本当にこれで、みんな勢いよと大那覇市ができるということで、合併、現在の那覇市になったということが言えるかと思います。はい、次お願いします。はい、で、那覇市と合併して、今後ますます栄えるということで、回し地域の写真を載せておりますが、これがですね、現在の、バイパスといいますか、安里駅、安里交差点、真ん中ちょい下が安里交差点で、右側の四角い建物が、何ですか、先ほどの沖縄劇場、ボーリング場のところなんですけど、そこから、北に伸びる緑の、右側に見えるちょっとした緑は、マカビ地域で、左側には、ちゃんと映ってませんけど、牧港のハウジングエリアが見えるという状況ですね。はい、次お願いします。で、これも真壁上空からですが、右側に、1本伸びてるのが、国際通りで、左側に伸びてるのが、左側に広がってるのが、国道、すみません、329でしたっけ、あっちは、330ですね、330の一部になります。このような形で、右側がいわゆる那覇になるんですが、最初の方に見せた真鷲の耕作地帯から見ると、もう、
雲泥の差といいますか、本当にもう家々しかないというか、耕作地はもう全くないという、世界になりますね。那覇というのはもうそういうふうに耕作地をすべて居住地域にしたという、でそのほとんどが回す地域というふうにが言えるかと思います。はい、次お願いします。これは、これも同じですけど、下の方にはマカビと、新都心のハウジングエリアが映っておりますけど、下の方の、マカビ地域も現在区画整理が進みまして、ここもまた、こういった畑というのはもうほとんども見られない世界ですね。新都心の、ハウジングエリアに関してももう区画整理が進んで居住地域になってますので、この一帯のいわゆる緑というのはほぼなくなったという、ところになります。これがいわゆる75年前の回し野の、いわゆるのどかな風景だったところが本当に、那覇に旧あの那覇に仕事を求めて各地の校友会とか来るんですが、そういった人たちが、居住地を求めて集まってきた、結果がこういう形で回しに家々が立ち並んだということになります。はい、お願いします。はい、現在の那覇市なんですが、ちょっと去年のデータなんですけど、人口面積で、32万人、本町管内、旧那覇、かつての那覇っていうのは、2とか4とかなんかそんな数字だったと思いますけど、現在新都心地域、回しの北部地域も本町管内というふうに捉えてますので、面積が少し増えております。でそこに9万9約10万人で、首里管内はですね、ほぼあまり変わらないんですね。そこが5万7000人で、回し地域、ここがですね、那覇の方に北部回しが取られましたので、面積は減りましたけど、やはり、10万5000人と、那覇市内の、管内ではやっぱり一番の人口が多いところ、居住地域というふうになっております。小禄もですね、約6万人、あそこも金城一帯の区画整理ができてますので、今後また人口は増えるかと思います。はい、次お願いします。はい、これがですね、現在の那覇市、先ほど見ように色分けした小禄、左側から小禄、真ん中那覇、ピンクが回しで、黄色が、首里ということになりますけど、この4つの地域が現在那覇市ということになります。右、黄色いところにある大きな丸が、首里城ですね。で、ピンクのですね、真ん中より上の方に小さな赤丸がありますけど、こっちが 3A のメインプレイス まあ位置関係分かるためにちょっと下ろしてますけど、で緑のところの、青と近接するところに、赤がありますけど、こっちが、ジャスコ、オロクジャスコですね。で、すみません、皆さん一番端っこ、ピンクのですね、下の方に緑のマークがあるかと思いますが、そこがですね、マイマイ那覇の所在地です。マイマイ那覇というのは、まあ、変な言い方すると、回しの外れでもありますし、那覇の外れという、ところということになりますかね。まあ、でもそこを人材拠点として今後、ますます発展できればなと思、考えます。で、一応分かりやすくするために、モノレールの、所在地、駅も青丸でしておりますので、まあ、少し理解を深め、ちょっと分かりづらいですけど、赤とピンクの境界には赤い線を引いておりまして、これが国際通りになりますので、少しゆっくり後でまた見ていただいて、確認していただければと思います。はい、じゃあ次お願いします。はい、終わりになんですが、平和を願った回し村民ということで、先ほど、戦争が終わりまして、回し村民はすぐに、自分たちの居住地に帰れなかったと、
12月に糸満の米須に200人余りが移動したというふうになるんですが、糸満米須といえば沖縄最後の激戦地なんですね。で、回し村民が何をしたかといいますと、この時回し村民を率いてたのが金城和親といいまして、一工場の先生だったのか、すいません、ちょっと最後の、村長だったのか、ちょっとすいません忘れましたけど、娘2人がですね、ひめゆり部隊に入っておりまして、まあ消息が分から、まあ、結局亡くなってたんですが、消息が分からないということで、で、この米須一帯に、はもしかしたら自分たちの娘の手がかりがあるかもしれないという思いがあったようなんですね。で、そういった形で回し村民が入って、その米須一帯に広がる、まあ、散らばっているいわゆる白骨した骨をですね、集めるというのが回し村民の最初の仕事でして、その方々が、集めた骨を、もう軍民問わずですね、集めた骨を回ったのが沖縄最初に作られたといわれる魂魄の塔、これは回し村民が、作ってるんですね。で、次お願いします。で、魂魄の塔の次にはですね、今度姫入りの塔、糸洲伊原ですか、あの辺りの豪、ここが姫入り最後の舞台だったという、話がありまして、このここを整備しようということで、右側にあります姫入りの塔を、建立して、4月7日には建立のため集まった回し村民が、まあ、いわゆる慰霊祭というのを行っているんですね。はい、次お願いします。はい、で、やっと、まあ、そういった、糸満の方では、魂魄の塔、そして姫入りの塔を作って、それから1年かけてやっと反対側の方を含めて変えるんですが、1949年にですね、いわゆる既存3周年でしたかね、を祝った、春山数部、田舎では昔から、できた作物の大きさなんかを、いや馬の速さなんかを競う春山数部っていうのが行われてるんですけど、それをするために回し村民が集まって、現在の回し小学校、この道は回し小学校から上間に登る道だと思われるんですけど、その一帯に数多くの回し村民が集まって、回しの復興を願ったという、この写真にもありますように、本当に周辺何もない、山といいますか、耕作地なんですけど、ここが現在では全て家々で埋め尽くされているという、場所になります。このような形で、回しの方々は、村に戻るまでには遺骨収集も含めて、大変な思いをしながら、これから、回しを地域を発展するために、頑張っていったと思われますという、頑張っていったということになります。はい、次、終わりですか。はい、すいません、ちょうど12時の、ベルも鳴りまして、まあ、最後に、少し難しい話といいますか、変な話ですけど、回しというのは、もともとの回し村民というのはそう多くはないです、現在のところですね。何倍にも、かつて、いわゆる那覇市街から、沖縄本島や宮古八重山も含めて、あるいろんな人たちが、那覇に居住を しておりますが、その多くはですね、那覇に近接する回し、ここの畑地を、宅地に変えて、回しがいわゆる都市化したということになります。まあ、最後にふさわしくはないんですけど、かつて、首里城の、三平の一部としてありました回しの平というのは、回し紛りというのは、那覇や、おろく、かけの花一辺までずっと領有していたんですが、那覇ができ、さらにそこからどんどん分割する形で港村を分け、最後は那覇市に合併するというような形でですね、那覇市というような形になってしまいました。回しという言葉がですね、現在では、あまり
回しってどこって言われた時にここっていう明確に言える場所はないんですが、この一帯が回しだったと。で、回し村民こういう形で、戦後復興平和危機を行っていったんだよということを、改めて、考えていただければと思います。はい、今日の話はこれで終わります。どうもありがとうございました。